東洋大学ラグビー部の学内模型会導入の始まりは、東洋大学 OB で社会人ラグビー日本一の経験がある福永監督が、チーム力強化にはまず人間力が大事だと確信し、書籍凡事徹底を全員で読み始めたことでした。福永監督はいいものを持っている部員たちを見て、長年関東大学リーグ戦2部にいるが、彼らはこんなもんじゃない、もっとやれるはずだという思いを抱いたのです。だからこそ本気で関東大学リーグ戦1部昇格、日本一を目指す中で、継続的に部員の人間力、チーム力を高めたい。彼らには自信と誇りを持って戦ってほしい。そしてかっこいい人間になってほしい。そんな思いから2019年10月、学内模型会導入を決定されました。模型会導入後は2020年11月、22年ぶり関東大学リーグ戦2部全勝優勝。翌年12月には29年ぶりに関東大学リーグ戦1部に復帰。復帰初年度は関東大学リーグ戦1部で3位。そして創部64年目で初の全国大学ラグビー選手権大会に出場。模型界で積み重ねた凡事徹底のチームの風土は、選手の人間力を磨き、着実に結果を招いています。そんな東洋大学ラグビー部の皆さんに、学内模型会のお話を伺いました。私自身、父を読ませていただきまして、毎月成長する機会を与えていただいていると思っております。その際に行われる模型会においても、学生と直接近い距離で話すことができ、その中で行われる美点行使という、ところでは、普段面と向かって言えないことも、その時だけは本当に言えたりとか、そういうことで本当にこう選手とのコミュニケーションにおいてもすごい役に立ってますし、私自身もそういう経験も私自身の成長にもつながっていると思っております。今後とも父を、読んでいろんなことを学び、成長する、成長するツールとして、成長できる、自分自身も成長できるような機会として、活用させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。自分は父を読ませてもらって、最初はこの大学来た時は自分のことばかりを考えていたのですが、父の本を読ませてもらって、いろんな考えがこの本で身につき、自分のことよりもチームのことを考えるようになりました。遠征や課題学さんに行かせてもらった時も、汚れている場所があれば1から4全員がまず自ら率先して掃除をして、そして周りの選手たちもそこに気づいてチームワークを出して、父を読ませてもらって、そのみんないい方向へ向かっていると気づきました。日本一を目指している自分たちが、その父を警戒させてもらって、人間性というところでレベルアップをしているなと感じました。警戒で父に書いてある、方々のお言葉を聞いて、どうやったらその活躍する人になったりとか、その日本一だったり世界で有名な企業
になるためにしていることとかを、自分たちも、大学で日本一を目指しているチームなので、父で学んだ言葉を通してそれを、行動だったり言動だったりそういったものに、生かしていければ、必ず日本一にたどり着けると思います。父を通して、選手たちが、父じゃなかったのを、気づき始めてきて選手も、増えてきていて、人間生活も、その選手が、高め合ってその試合にもつながっていると思います。日本一に向けて、小さなことを、コツコツと、頑張っていきたいと思います。東洋大学日本一。春季リーグ明治戦で、ジャージプレゼンテーション1番ユータ。